花の寺として知られる川場村の吉祥寺で、クリンソウやカキツバタなど季節の花が見ごろを迎えています。川場村の吉祥寺は1339年に創建され、境内では四季折々の花が楽しめることから花の寺として親しまれています。およそ4000平方メートルある散策エリアには100種類以上の花が咲き誇り、休日には多くの観光客が訪れるということです。今見ごろを迎えているのは寺の名物クリンソウです。濃い紫色の小さな花々が訪れる人の目を引きつけます。このほかカキツバタやツボサンゴなども見ごろで、訪れた人たちは写真を撮りながら散策を楽しんでいました。やっぱり綺麗ですよね。ここお花のお寺だけあって綺麗です。もう心が本当に洗われる、ね、感じで、こんなにいっぱい咲いてると思ってなかったんで、ちょっと来て感動です。今月中旬からはアジサイなどが見ごろを迎え、参道に飾り付けられた風鈴とともに楽しむことができます。